トゥース。ハロー YouTube。はい、おっさんです。おっさんが喋ります。今日のテーマは初心者向け、これから運送会社に転職しよう、またはトラックの仕事に興味がある人に向けての動画となっております。で、もうすでにですね、このトラック業界におられる方に対してはですね、もう常識的なこと、もうみんなが知ってることを話しますので、今日の動画はね、つまんないと思います。はい、つまんない、ブチって消してください、ブチっつって、お前の話はつまらんっつって切られても結構です。はい、ではこれからトラック運送をやってみたい、もしくはどんな仕事をやってんのかなと興味を持たれた方、ここから真剣な話です。と言ってもザックは何話します。ですね、まずですね、もう本当簡単に話しますね。で、早く話すよという話ですが、で、トラックの運転ってね、トラックの仕事ってね、主にと言っても、いろんな荷物がありますよね。食品だったり、雑貨であったりね、家電であったり、あと輸入品であったりね、輸出品であったり、あなたの家のあなたが今見回してください。何がありますか？目の前にパソコンがありますね。パソコンもトラックで運びます。で、冷蔵庫ありますか？冷蔵庫もトラックで運びます。何がありますか？テーブル、これもトラックで運びます。サイドボード、これもトラックで運びます。ポテトチップス、これもトラックで運びます。天井を見ればクロスが張ってある、ベニヤがある、屋根がある、アンテナがある、もうすべてトラックで運びます。なのでね、本当日常生活というか、もうね、まあ家の外に出てもそうですよ。私の今目の前には電信柱が立ってますけれども、この電信柱もトラックで輸送します。で、今港にいるんですが、まあ、コンテナだとも船だとも、クレーンであったりも、すべてその部品はトラックで運びます。なのでね、よくトラックの運転手はですね、なんだお前ら誰でもできる低能な仕事やねえかと、ね、なんか底辺な仕事だなというような人がね、いるんですよ。だったらお前、そのトラック、その底辺のトラックを運ぶものは一切身につけるなよと、ね、関わるなよと言いたいです。そしたらその人はですね、多分丸裸になるはずです。はい、もう目に見えるもの、手に取るもの、すべてトラックで運びます。なのでね、トラックの仕事ってね、素晴らしいもんと思いますよ。トラックがなくなったらね、本当生きていけないでしょ、と思います。はい、と思うじゃなしに、もう絶対生活できませんわ。はい、何らかでね、私たちはトラックのね、トラック輸送のお世話になってるんですよね。で、そんな中ね、このトラック業界を目指してみよう、入ってみよう、転職してみようというあなた、大したもんです。はい、それこそ最高の仕事だと思います。まあ、それぞれ最高の仕事であってね、底辺な仕事というのはね、何一つないんですよ。そう、底辺だという人はね、頭の中が底辺なんですよ。頭のね、トラックの運転手をバカにする人はね、
その人の頭の中が本当底辺なんですよ。はい、どんな仕事でもプロフェッショナルの気持ちを持って仕事すれば最高の職種なんじゃないかと思います。はい、そうでですね、ではトラックの仕事どういったことをするのかなといったところですけれども、まずどんなものを運ぶだとか、何を運ぶだとか、これをどういう風にするかというのは抜きにします、抜きにします。でこれはですね、私がいた運送会社の仕事の内容であったり、まあ、聞いた話であったり、まあ私個人的な考えが全て入っておりますので、私の考え方言い方が全て 100% その通りだ、その通りということはありません。これをね、前置きに言っておきます。と言いながら前置きが随分長くなってしまいましたが、で通常の運送会社ってね、では朝出勤するじゃないですか。朝出勤します。で朝出勤するまでね、自分今日何の仕事をするのかなというのがね、ほとんど前の日に決まっています。ほとんどね、前の日に決まっています。でトラックの仕事ってね、あんまり8時から始まるという仕事はまあ半分はまあ定時から始まるんでしょうけれども、まあ半分以上かな、半分以上は早出だったり時間を遅らせ出たり早く出たり、そういうところがほとんどですね。8時からピシッと始まるようなのは大手の会社ですね。大手の会社で定期便だとか言われる、もう工場の中に入って8時から5時までという、そういう勤務のもとだと8時から5時までトラックに乗って何らかの仕事をするというところが多いと思います。でもですね、ほとんどの会社はね、そういうところじゃないですね。なのでね、前の日にどこそこに行ってくれというのがね、もう事前に決まっております。なのでね、どういった言い方をすればよろしいでしょうかね、これは、こういった場合は。前の日に荷物が決まっているんですよ。で、なので、どっかから帰ってきたとしましょう。ね、どっかで荷物を下ろして、会社に帰ってきた。あるいは、会社に帰る前に電話するんですよ。どこそこで空車になりましたと。どこそこで空車になりましたと。で、次は何か仕事がありますかというような感じですね。そしたら、じゃあですね、どこそこのなんとか物流に行って、神戸行きの荷物を積んでくださいという感じですね。ほとんど電話で指示を受けますね。で、会社に帰って、配車板を見て、配車板というのがあるんですね。ホワイトボードみたいな感じで。それに、この乗務員はどこそこに行くよと。で、どこそこの倉庫に積みに行ってくれと。何時から積みに行ってくれと。いうようなことが書いてある会社もあります。でも多分ですね、ほとんど電話連絡じゃないのかなと思いますけれども。なので今言った通りですね、どこそこで空車になれましたと。じゃあね、なんとか物流に行って神戸行きを積んでくださいと。で、はい、わかりましたと。って感じでまたこうね、運転していく感じですね。で、そのなんとか物流に行きました。どうしたらですね、事務所に行ってですね、ちゃんと挨拶をしてね、こんにちはと、こんにちは、お世話になります、いつもお世話になっております、なんとか運輸
なんとか運輸です。神戸行きを積みに来ましたと。そしたらですね、担当の方が出てきて、あ、ご苦労様です。そしたら、A 倉庫に行って、小袋500体積んでくださいと。それとか、今日はパレットもんです。パレット13枚、12枚積んでくださいと。ね、言ったような感じで指示してくれます。で、まあそこでね、そこで送り状と言われる伝票ですね、相手の行き先だとか、どこそこの倉庫に積むだとかね、そういうことが書いた指示書みたいなのをもらってですね、で、倉庫に行きます。で、そこに、倉庫に行ってですね、じゃあ、お世話になります。神戸行きを積みに来ましたと。そしたらですね、そこでまた指示を受けます。そしたら何番ヤードに行ってくれたとか、どこそこに、どこにトラックをつけてくれとか言われます。で、ウィングを切ってたとか、煽りを切ってたとか、指示されるはずです。で、そこで待っておけば、リフトマンが、積んでくれると。ね。もしくは、バラ積みだったら、ね。まあ、自分で積まなくてはならないという感じですね。で、明日の8時着だからと。ね。8時。で、よくですね、8時着だよと言われるんですが、まあ、8時着だからと言われて、8時ぴったしにつけるんじゃなくて、まあ、8時に荷下ろしできるような感じで、ね、トラックをつけて、おらなければいけません。ね、8時、まあ、8時ぴったしに行ってもいいんですが、まあ、多分ですね、何台か車がいたりするんでしょうから、まあ、8時にはそこの事務所で受付できるような感じで行かなくちゃなりません。で、あんましね、ギリギリに行く人ってね、そんな見たことないですね。ほとんどの人はね、もう2時間前だとか3時間前だとかにはね、来てますよ。で、ついて仮眠をしていると。まあ遅くてもね、1時間ぐらいかな、1時間前には、ついておく方がベストだと思います。で、初めて、ね、初心者さんや、これから、運送業界に転職される方は、本当初めての方が多いと思うんですよ。そういう時にはね、もう早めについてね、余裕がある時間で早めについて、で、まあ、ちょっとね、外の様子を見てみると。どういう感じで朝降ろすのかな、どの辺で降ろすのかなみたいな感じで、はい。まあ多分ですね、会社の先輩が教えてくれると思います。それは。で、まあどこそこ倉庫のどこそこについて降ろすだとか、まあそれ以前にですね、1ヶ月ぐらいは一緒についてやってくれると思います。いきなりね。いきなり初心者にね、トラック乗って行けというのはないと思います。なのでね、まあこういった感じでやるのかなというぐらいに聞いてもらえればいいかなと思っております。で、まあそうですね、荷物がそこで空車になるとするじゃないですか。ね、空車になるとするじゃないですか。で、荷物が降りたと。で、帰りにね、受領書というのをもらうんですよね。受け取れよ。確かに荷物を受け取りましたという、その伝票をね、もらって帰らないと。それが運賃になるわけですから。それをちゃんともらって帰らなくてはなりません。で、今度ですね、空車になりましたら、まあ、汗をかいたりだとかしてたらね、まあ、汗を吹き吹き、ね、車の中で養生して、で、今度、帰りの荷物は、まあ、神戸で空車になりましたと。
まあ神戸で空車になりましたと。で帰りはどこですかと。で帰りの荷物があればですね、どこで積むんですかと。まあほとんどですね、帰りの荷物を積まされるというのはほとんど長距離ですね。長距離のお仕事の場合ですね。で今度は姫路から空便を積んで広島へ行ってくれといったような指示があったとします。そしたらですね、神戸からね、会社の、まあ、指定された道路というんですかね、阪神高速を使うのか、第二神明を使うのか、姫路バイパス今確か無料ですよね。なのでまあなんて言いますか、通行費をできるだけ抑えてくれという感じの運送会社であれば、2号線を5論行って、姫路まで行かなくちゃいけないかもわかりませんね。それはまあ、会社によりけりですけれども、まあ、神戸線乗って第二神明、姫路バイパス乗れば姫路なんか近いですよね。あっちまで1時間ぐらいで行くんじゃないでしょうかね。はい、そんなとこです。で、今度は姫路で荷物を積んで、あ、そうですね、その前に忘れてましたね。まあ神戸で空車になりました。帰りはどこですかと。あ、広島って言いましたね、そういえば。申し訳ないです。年のせいかすぐ忘れてしまうな。で、姫路で積んで、空便を積みました。じゃあ広島の、そうですね、今キリンビールないですよね。どうしようかしら。昔東広島にあったんだけどな、清涼飲料水の会社が。まあいいか、それは。じゃあ広島の、宇品で降ろしますといった感じですね。はい、まあこういったような大体の流れですね。まあこういったような流れで、運送会社の仕事ってやっていきます。はい、まあ今の例題はですね、例えば長距離の場合はそうですね。で近場の場合にはですね、またまあ似たようなやり方なんですけれども、自分の仕事ってまあそうですね、一発で終わる仕事の方が多いかな。どうなんだろう。まあ二通り話そうかな。例えばですね、私山口住んでるので、まあ、山口に会社があるとして言いましょうかね。そしたらですね、まあ朝出勤してですね、まあ夕積みにしましょうか。朝8時に出勤してですね、昼までに福岡行きの荷物を積むと。で福岡ぐらいだったらね、朝の4時に出てもまあ間に合います。まあ余裕持って3時かな。なのでまあ朝8時に出勤をして、助手の倉庫に積みに行きます。でまあ、そういった場合には地場の仕事が多いのでね、まあ会社から約30分だとか、まあ1時間ぐらいかな。ほとんど市内の方が多いですけどもね。
で荷物を積みに行きます。で昼までに積んで会社に帰ってきました。でまあね、就業点検もろもろ車もちょろちょろっと洗車して、じゃあ、うん、明日の朝3時に出ますと。でそれで昼までで終わって帰る時もあります。でもですね、どうだろう、まあ多くの会社はね、夕方まで多分ね何かがあって、朝ですね、朝一発二発ないと地場の横持ちをやって、昼から福岡行きを積んで、そうですね、まあ4時頃に会社に帰って、で終わって家に帰って、朝3時頃出発という感じが多いと思います。で山口から福岡ぐらいだと、まあ往復300キロぐらいなのでね、もしかしたら福岡で空車になって、文字によって荷物を積んで山口まで帰ってきてよという感じの仕事になるところもあると思います。はい、まあ往復やった方がね運賃がいいので、その分ほど乗務員の手当もいいと思います。一発よりは、その一発よりは往復でね荷物を運んだ方が絶対運賃がいいはずです。そして手当もいいはずなのでね、そういったまあ地場産業で食べていこうと思ったら、まあ往復の荷物をやった方が断然にいいと思います。はい、まあ大体こんな感じですね、流れとしては。あと補足としてもまあありますけれども、まあ仕事が切れるということはそんなにないと思いますけれどもね、まああるいは今日は荷物が出てこんから洗車だけして終わりという場合もあるかもわかりません。はい、その場合日当をくれればいいですけれどもね、もう昼までで終わったから、もう昼まででもうね、時給でやっている人はそんなにいないと思うんですが、まあ昼までで終わったらね、午後からの分はカットするよといった場合もあるかも分かりませんけれども、はい、そんな感じでしょうか。まあトラックの仕事というのはまあまあそんな感じでやっております。はい、なのでね、本当荷物というのは前の日にね大体決まってますので、朝どこ行く、今度はどこ行くといった感じで、で仕事が多いというかね、仕事が決まっていれば、これ帰ったら今度は次は何だよと、もう3日か4日先までね決まっている場合もあります。で仕事がまあまあたくさんあればね、あるほどいいです。選べますので、どれがいいかなと多分選べるのでね、まあ、バラ積みばっかりじゃない、パレットモンの方を優先させてくれるんじゃないのかなと思いますけれども、はい、まあだってそうですね、トラックの仕事でこんな感じでやっています。で本当ね、トラックの仕事がない時にはね、まあやることないんですね、はっきり言って、やることないと思います。まあ車を洗うか、ワックスをかけたりね、グリスアップをしたりとかで、その簡易的なっていうんかな、エンジンオイルを交換できるようなスペースがあればね、エンジンオイルを交換したりだとかね、自分でタイヤ交換をしたりだとか、ローテーションをやったりだとかいうこともまあまあ仕事の流れではあると思います。はい、
まあ、しょっちゅう仕事がないような会社だったらね、もう倒れてしまうので、何らかの仕事はあるとは思いますけれども、はい、まあやればやるほど稼げる業界なので、まあこれから入ってみようかなという人はそういう感じで仕事のそういう感じでトラックの運転手はやっております。また何か質問とかありましたら、はい、なかなかね、もう運送業界ね、運転手やってる方はもう常識的なことなので、これから運送会社に入ろうという方はなかなかわからないことも多いとも思いますので、まあコメントの方から質問いただければ、私のわかる範囲でお答えしていくことも可能なので、そういうコメントをお待ちしております。それではね、この動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。